私は、ソビエト連邦の軍人、政治家。一等軍司令官。赤軍大粛清の犠牲者。リトアニア人で、元の名は、イエロニマス・ウボレビチウス。コブノ県アンタンドリウス村の農民の家庭に生まれる。ペテルブルク工業大学で学び、1915年、コンスタンチン方兵学校を卒業。陸軍将尉として第一次世界大戦に従軍。1917年3月。 ロシア社会民主労働党に入党。10月革命後、ベッサラビアの赤英隊の組織者の一人となり、1917年12月、革命労農連隊上に選出。1918年1月から2月、ルーマニア軍及びオーストリア・ハンガリー軍と戦闘し、捕虜となるが、8月に脱走。その後、独立コトラス榴弾砲中隊を指揮し、砲兵共官。 ドビナ旅団長を経て、1918年12月から第18師団長となり、敵のボログダ進出を阻止した。1919年10月から第14軍を指揮し、オリョール及びクロム郊外で白軍を撃破し、クルスク、ハリコフ、ポルタバ、ヘルソン、ニコライフ、オデッサの解放に参加した。1920年3月から4月、第9軍を指揮し、 北カフカースのエカテリノダールと、ノボロシースク地区で白軍を撃破した。1920年5月から7月、11月から12月、南西戦線の第14軍、7月から11月、南部戦線の第13軍を指揮し、ウランゲリ将軍の部隊と交戦した。1921年1月から4月、ウクライナクリミア軍司令官補佐官。 田んぼ府県で、安東の不ノ農民放棄が発生した後、ミハイル・トゥハチェフスキーの副官となり、放棄を鎮圧。1921年夏、エヌマフノとス、ブラック・ブラホビッチの反乱鎮圧のためしろ、ロシアに派遣。1921年8月から1922年8月、第5軍司令官、東シベリア軍管区司令官。1922年8月から11月、 極東共和国の軍事総研人民革命軍、総司令官、全連邦共産党中央委員会極東局委員。1922年、宴会作戦を遂行し、スパスクを奪取し、極東の白軍残余勢力を総投した。1924年から、ウラル軍管区副司令官県参謀長。1925年から、北カフカーズ軍管区司令官。 1928年から、モスクワ軍管区司令官。1926年から、ソ連革命軍事会議議員。1930年から1931年、同会議副議長。1930年から1937年、党中央委員会委員候補。1930年から1931年、労農赤軍兵器部長。 1931年6月から、白シロ,ロシア軍管区司令官。1934年から、ソ連国防人民委員部軍事会議議員を兼任。1937年5月20日、中央アジア軍管区司令官に任命。1937年5月29日、いわゆる、老農赤軍における軍事ファシストの陰謀への関与の、兼義で、トゥハチェフスキー、焼きール。 コルク、エイデマン、フェディドマン、プリマコフ、プトナ等と共に逮捕。同年6月11日、ウリリフ、ブルヘル、ブジョーンルイ、アルクスニス、シャポシニコフ、ベイロフ、ドゥイベンコ、カシーリンからなるソ連最高裁判所特別法廷は彼らに死刑を言い渡した。死刑は翌日に執行された。1957年、名誉回復。ありがとうございます。